ドルゴン淳次7年12月9日は、アトキンから、新書の皇族、新書のスメラ島摂を、栄親王、追いにあたる淳ミカドの摂政となり、清氏が中華王朝となるにあたって指導力を発揮し、大きな役割を果たした。養子にドルボがいる。大祖、ヌルハチの第十四子として生まれる。母は、大祖の四番目の正妃である裏なら出身のアバハイで、 大祖が放御した際に巡視を命じられている。ハーミーを継いだイボアニの大層本退寺の下で、モンゴルのチャハルブを撃つことに功績を挙げ、族内の実力者となった。ストック8年に、大層が放御すると行為をめぐって、ドルゴン及びその同母兄弟である、英軍王アジゲとヨシンノウドドの一派と、大層の長男の祝神のウ放御を支持する一派に、分かれて対立した。結局、 キヨシが2分することを避けるためにドルゴンとホーゲの両者は行為につかず、体操の第九子であるフリンが6歳で即位した。順次年間初期にドルゴンは摂政を落として実権を握った。ヌルハチの弟のシュルハチの子のジルガランも共同の摂政に立てられたが、ドルゴンによって排除されていった。順次ミカドの即位後もドルゴンとホーゲの対立は収まらず、 順次元年4月1日には、方家が自分を誹謗しているのを耳にしたドルゴンが、方家が謀反を企んでいると上奏した。幼い順次帝は兄を助けようと泣いて命乞いし、罰金刑だけで済んだ。その後、権力を拡大したドルゴンは順次4年、ジルガランから、殺政王の位を剥奪し、代わりに、自分の同母兄弟のドドや味ゲなどの近親者を、養殖につけて固めた。 翌順次五年にはジルガランを軍王に格下げにしている。方下はドルゴンから礼遇されるも戦場で功績を重ね、超剣中を倒すなど抜群の戦績を挙げた。これを不愉快に思ったドルゴンは再び無本の罪で殺そうとした。順次帝は一歩も譲らず、処刑は認めないと毅然たる態度を示したものの、方下は冤罪で捕らえられ順次五年に獄死した。 方下とジルガランを排したドレゴンは権力をさらに増し、横暴が目立つようになった。自身の称号は、摂政王から、おじ摂政王、順次2年に、公祝党摂政王、順次5年からは、皇等摂政王を称している。また、方下死後にその側室の一人を、自分の側引とした。順次元年に、民が、順の理事勢によって滅ぼされると、 大臣の最前線である山海間の首相であったゴース三景は清氏に対して理事性を打つための援軍を求めた。これに応えたドルゴンは自分と兄弟たちの支配下にある軍と皇帝直属軍を引いて南下し、準軍を破った。準軍が敗走した後に北京に入場した新軍は自殺した民の数帝帝を厚く弔い、減税へ。 特赦を行うなど民の移民の心情を慰める。一方で、満州族の風習である弁髪を、官民族に強制し、髪を止める者は首を止めずと言われるような苛烈な政策で支配を固めた。順次七年、ドルゴンは狩猟中に死去した。茂徳特道、工業左大佐安民律、生成敬義皇帝と送りなされ、清州の病後を与えられた。皇帝でもないのに、 そうのつく号を送られるのは異例であった。ドルゴンが死去すると、それまで抑えつけられていたハンドルゴン勢力の不満が一気に噴出した。順次帝は、ほどなくドルゴンに退逆などの罪があったとして、順次8年2月22日、ドルゴンの罪を暴く書状の全国に交付した。罪状として、以下の数々が挙げられた。順次8年に、 ドルゴンの爵位を剥奪して喪失から除名し、墓を暴いて、カバネを残首に処した。権竜43年に王号と名誉が回復され、宙の送り名を送られた。ドルゴン死後の厳しい処置については、野市では、皇層文皇后がドルゴンに嫁いだとされており、幼少期から漢文化に傾倒していた、順次帝は、叔父と母の行動を許せなかったため、 死後のドルゴンに対して過酷に当たったのではないかとされている。しかし、中国のドキュメンタリー番組、生ヒト人の観点では、彼女がドルゴンに突いだ事実はないとしている。アトキン時代までの満州人の間では、兄が死んだ後に、弟が兄嫁をめとることは普通に行われていたが、本体時の時代に、レビラトコンを禁じる布告がなされており、新長期に、 肝心の風習の影響を受けて恥となったとしていると、ある歴史学者は認めている。しかし、ドルゴン効果の事実は嘘であるということで、当時の歴史学者は聖書に記載しておらず、肝心が満州人の支配に反発してデマを流したとされる。ありがとうございます。